行きまーす。ありがとうございます。ほい。あ、あ、勝てない。おはようございます。お願いしまーす。南国。俺はこう来ることによって、こう来ることによって、ここにある番長4を、番長4にしたいと思います。はい。おはようございます。インタラクチャンネルがやまでございます。ということで、本日はやっておりました。東京都にございます。ウエスさんのガンダナビ、ナビカサイティンさんでございます。せーだ。負けました。抽選。35番。ただ今日ね、山口への移動がありまして、ちょっと時間が限られてるんで、そこまで遅い台にはあまり座りたくはないんですけれども、まあなんとかな。なんとかしましょう。俺は今絶好調。はい。今の時点で42万6000。ありがとうございます。そりゃ昨日ね、銀行に預け入れしますわ。銀行に預け入れしたこと、そして髪を切ったこと、もろもろ含めましていろいろ変わってしまったんで、こういうことをするとね、流れ変わるんですよ。だからそこはね、ちょっと不安材料ではあるんですけど、いい流れを継続できてると信じて、なんか一個ずつやるとダメかもしれないけど、まとめてやったか、こっちは。何の理論か分かんないけど、はい、まあ、とりあえず、なんとかなると信じて頑張っていきましょう。本日も一日、よろしくお願いします。いきましょう。番長4。打つのは2回目 ?3 回目?あれ?ちょっと待って。え?え?ちょっと待って。ああ !9000 入ってる。前回下ろし忘れたんですね。ラッキーですね。埋蔵金。埋蔵金発掘されましたわ。9000円。番長4を選んだ理由なんですけれども、まあ、正直ね、もうオープニングで言ったんですけど、できれば時間がないんで、順当の早めの台がいいなと思ってたんですけど、まあ、バルブレイブからくりサッカスはじめ基本的に埋まっておりまして、荒いやつは大体埋まっている状況だったんで、まあ、番号が悪かったっていうそれだけなんですけど、その中でもなぜ番長4にしたかっていうと、この台ね、一つのブロックがなんかこじんまりしてるというか、この台に関しては初当たりもそんなに重くないし、2000枚とかの塊をボンポンポンポンって作っていく感じのイメージなんですよ、俺はね。そのいいタイミングで取り切りやめみたいなのができるんじゃないかなっていうところで、まあ、天才もそういう打ち方できるんだけど、なんか俺一撃で満枚出したことあるから、ほぼ満枚ね、はあ、出したことあるから、なんか続いちゃうイメージがまだあんのよ。だからイメージの問題。はあ、それが全てですわ。昨日行ったのが系列の柳通りってさ、浦安のやっぱりね出てたんですよ。だから番長のちょっと設定を入れるタイミングがウエスタングループで来てるんじゃないかなというそういう予想もありました。番長4をちょっと久しぶりに打つんでね、おさらいしときますけれども、基本的にはその特訓を追い求めていくゲーム性ですね。その特訓天井みたいなのを搭載したモードがすげえたくさんあって、でそのモード天井行くと特訓が出てきますという流れになっているので、まずは特訓を目指しましょうという感じなんですけど、でそれだけじゃなくて、あ、来たね、90なんで、朝一のモードかな。あ、でも朝一はもうオスモードだけか。そうかそうか。じゃあオスモードの天井が149なんで、多分それに合わせてきたって感じかな。あ、ちなみに髪切った理由の一つが、ここの店員さんに、長い髪より短い方がいいっすねって言われて、ここに来る前にちょっと切らないとと思って、それはちょっと持ってるんですけど、めっちゃけ東京にいるのが昨日ぐらいしかなくて、で髪切る時間がマジで昨日ぐらいしかなかった。何も引けないとね、マジで当たらない。弱体決断し、はい、残念。はい、ということで一発目の特訓は外しましたと。まあ基本的に番長3を、ね、踏襲してるんで、書き換え系のゲーム性なんで、ベル引く、もしくはチャンスベル引く、レア役引く、それらができないと普通に当たんないです。まあもちろん確定対決っていうのがあってね、何も引かなくても当たるパターンもあるんですけど、まあいっぱい来たらそれはもう上だよねっていう話なんで、そこら辺は番長3と多分一緒だと思います。で天国もボーナス5しかどうもいかないっぽいんですよね。なんでこの現時点ではいく可能性は低いと思います。であとはプラス、ゲーム数でのボーナス天井がありますね。で前回打った時には出てなかったんですけど、スルー回数天井最大で9 9
キュースルーかな、キュースルー10回目。変な話、俺鏡で柔軟スルーしたことあるんですけど、まあ、そういうのがなくなったっていうのはまあ一つありがたいポイントかなとは思います。まあでも結局、この番長4に関してはただの特訓だけじゃなくて総じろう特訓っていうのがあって、で総じろう特訓が引けると何ができるかっていうと、弱体化というね、当たりやすくなる状態になるのと、あとは、ナビが出るようになります、対決で。なんでそれによって勝ちやすくなってるというような。でさっきからちょいちょいね、緑のなんかポイントみたいなのが飛んでるんですけど、それが総じろうポイントっつって、その総じろうポイントがマックスになると総じろう特訓が出てくるっていう流れなんで、で結構総じろう特訓の頻度は前回打った時は高めだったから、本当に3回に1回とか総じろう特訓が多分出てきてくれるんで、まあ、そこをしっかり刺すっていうのが多分一番で、あとはそのさっきね左の方が入ってたんですけど、ライズアップっていうね、運命の一撃的なやつか、どっちかっていうとっていうのに行くのを一つのやっぱ目標にしなきゃいけないんですけど、 X でサボっていうアカウントがあって、ダイトさんのサミーさんの開発ボイスみたいな感じで、そこで結構そのライズアップの突入条件とかも出してて、昨日ね最初に出したやつ間違ってましたっていうのをつぶやいてて、ユーザーがちょっとぶち切れてたんだけど、一撃で3000枚以上出た時で、それが1個前の情報だと引き戻しを含む3000枚だったのだったんだけど、引き戻しは無効ですっていうのが昨日発表されたんですよ。なんかそういうのがね、もろもろあったりして、まあ、サボっていうアカウントはちょっと見ておくといいかもしれないですね。で基本的にはゲーム数での、その特訓抽選なんですけど、霊薬での特訓抽選もしていて、弱霊薬はまあ本当に稀でしかいかないんですけど、強霊薬は 100% 対決以上。ああ、白ジャージだね、これ前兆だね、過去作的には。これ特訓くんじゃね、入った、はい、ということでこれチャンスですかね、チャンスか B。 これなんかゲーム数多分若干ね後ろに入っちゃうんだよね。であとはまあやっぱ番長系なんで、この特訓のゲーム数とかは多分めちゃめちゃ重要で、今のところの体感では14から16がデフォルトっすね。でそれ以外がチャンスで、多分17とかだったら確定とかあると思います。うん、これ14っぽいっすね。で一応このタイトル画面のところで霊薬なりベルなり引いてると疑似遊戯になって、次に繰り越してくれるという新しい機能が入ってるんですけど、今はプルプルしてないんで、しかもリプレイ揃ってるんで違いましたと。ダメだね、何も引けないで、ダメでしたと。で総じろうがまあ結構溜まったんで、ここで、あー大きだね、まだでも中が2回溜まってるんでね、そろそろちょっと怪しいですけどね。はい、ということで1万円を失いました。2枚目いきます。ああ3回目の煽り、はい、総じろう、あ、赤い、これは取れてるね、多分。はい、チャッピー弱体化お、さらに、はい、これで5トン、うん、違う、5トン弱体化だね。お、ここで、あ、そっか、ナビ出るんだね。あ、これはいいですね、はい、強対決で弱体化、もう絶対当たってますはい、よし、381ゲームですね、トータルで、投資が1万4000円、初ボーナス、おっ、ビッカク、まあ、基本的にボーナスはリプレイとかチャンスベルとかを引いて、
まあ、それの抽選でなんかホールド状態みたいなのに移行します。でそのホールド状態中にさらにベルとかエアとかを引くことによって AT が当たるという流れになってますね。この守り4回目か。じゃあ行くよね。はい、これがホールド状態。この中でいっぱいいろいろ引きましょう。ガコンガコンだから多分ベル以上違うんだ。ベルか、うん、で白なんで弱いですね。でここでジャッジが入って基本的にはパンダが出て、5パンダだったら熱いんですけど、で厳しいダメでしたと。ちょっときついか、ワンチャンない、残念。でボーナス後なんで押すモード、これを繰り返していくやつですね。先穴がそうだ、早いな。3枚目、最近コメント欄でさ確定って言うと濃厚ですってすごい言われるんだけどさまあ実践上確定という意味で言ってるんだけど、よくない俺解析サイトでもないし、ね、友達同士でさあこれ確定って言わない、おこれ濃厚って言わなくないっていう感覚で俺はやってるから、あんまり確定っていう言葉を上げ足取られてほしいなってお願いですもプルプルしないね。もちろん何も嫌い、厳しい。うわ、あーなるほど。え、特訓って特訓対決、特訓だね。これクソ熱いっすね。でもこれはさすがにクソ熱いっす。確定じゃないかなっていうかっていうか確定じゃないかなああ出た確定でした。はい、ということで540ゲームですね。あっ、直ライズアップ、え、マジで薄いとこ引いた、え、すげえ声出ちゃった今びっくりすぎてえ、これはちょっとマジですごいっすよ。まあ大都さんといえば直撃がやっぱり熱いで、いやこれマジで大事ですよ、大事ですよ。ライズアップ5ゲームありまして、その5ゲーム中にレイアウトを引けばいい。いきます。まあでもここまでさ全然レイアウト引いてないからさ、なんかあんまり引かれ気はしないんだよ。5ゲームってむずくね。終わりましたでこの後が3段階あって、今のが愛の教育的指導抽選で、今のこれからが合聴覚抽選になるんですね。ミネと同じぐらいの抽選をしてるんじゃないかなと思ってるんですけど、ここで30ゲームあってなんか引ければ一撃頂上ジャッジメント行って、合聴覚スタートすることができる。ただこの30ゲームで何もできなくても AT は入るんで、その3段構えになってるんで、なんとかなんとか一撃頂上ジャッジメント、ここでトトロキがいればジャッジメント。はい、ということで4枚目、これ1回ぐらいさ一撃頂上ジャッジメントの保証あってもいいよね。ないわ。はい、ということでいただきライズ AT に入りました。え、絶頂ラビ出た、激アツ、何これやば。これ1回俺出たことあるんですけど、その時は当たりました。番長3の時も結構強い演出当たりに対してね、今出てるんで、こっちの抽選で、あ、てかこのゲーム数でいってるからもう天国確定だわ。
これでマジで絶頂のチャンスが生まれました。もう1回2回出ねえかな絶頂ナビ。いやちょっと待って、絶頂まだ行ったことないんで、行ったら超嬉しいんだけど。下パネショート、この後ね、この後なんよ。多分いっぱいいろいろ引いた方が上位てか昇格があると思うんで、なんかいろいろ引きたいです。あー何も引けない。赤ボタン、赤ボタン、あー白かかかかないー惜しい。絶頂ナビ出たらおそらくその絶頂対決の確率が上がるはずですね。大あの番長3的な意味で。まああるドンパッパ超超だ。今日はさすがに当てない。チャンスウェルダメなんだ。よし、オーケー、確定対決1個。さあで、AT 突入時点で対決天井が7ベルになるんですよ。でさっきもうこっちの豪大寺、富士豪大寺入ったタイミングでもう7ベル引いてたんで、少なくとも 1回対決は出てきます。でそれプラス今のボーナス分のベルでもう1個対決が取れてるかっていう話になってくるんですけど、一応10回の、ね、天井が47ベルかな。で富岳が32ベル。お、プルプルしてるベルかな。よし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 、あ、かい。よし、ちなみに赤だとあご来光があるんですけどね。さあということで、さっき取った確定対決がここから出てきますと。で確定対決のタイミングってめちゃめちゃ重要で、格上げ抽選があるんでご来光はチャンス。このなんか引いたときにこのボタンを押すとシーサーが出るらしいです。おーチャンスベル変わんない。さすがにご来光は無理か。まあ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 、ただミネラなんですけど、ハンバーグね、これ偶数でも一応偶数したとされてるんですけど、偶数でも奇数でもめっちゃ出るんで気にしちゃダメです。ミネまで行ったらちょっといいことがあって、この100ゲームで日戻しの特訓に絶対行くんですけど、そこで勝てればまたミネスタートできるはずです。いや結構なんかすごい出せそうな流れだったんだけど出せなかったねめちゃめちゃいけるかと思ったわ。すげえ頑張ったのに今400枚弱だからねちなみにこの引き戻しを待ってる間、できればレア焼き引いて降格行って、で降格って掃除のポイントの降格になるんで、そこで掃除のポイントをいっぱい集めてって、で引き戻しの特訓を掃除の特訓にすることによって引き戻ししやすくなるっていうのがあるんで、できればレア焼き引いてね
ポイント集めたいんだけどな。はい、344ゲームだけやんのか。よし、とりあえず立格と。十字回きたー。 ATM の確定なんだ。449枚。これで化けだったら俺ちょっとショックだよ。あ、また。赤くなった。振動しました。確定。コバンドちゃん、ナイスで。お、マジ？チェリーだ。直接。素晴らしい。5枚目やんけ。あー、びっかけ。青なら来い。6枚目きつい。取り返せる気がしないところがまたきつい。弱体化、弱体化、プルプル。おお、チャンス、ベル確定。さすがに、さすがに取れててくれ。これは破れた。よし、よーし、やっといてな。さあ、これを伸ばさないと俺は終わりだ。上がった。前兆中に今引いたんで、おやと思ったらそういうことでした。さあ、ここで持ってこい。おっと、ようやく。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、俺1回、ちょっと待って、さあ、これいかそう。これ、普通の対決と一緒ですね。ベルとかレア役とか引いたら5聴覚
プルプルはプルプル来た、プルプル来た。とりあえず1本出るね、チャンス出る。ああ。なんでだよ、なんでだよ、頑張ったやん。よし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 。あー、ザクタケツボール出る。よっしゃ、とりあえずボーナスゲット。確定対決を増やしておきたいね。あー待って、あー今日初化け。うわ、そらそうだ。まあ、ブレーキだ、チャンスあるよ。戻った、こんなもんボロタやろ。いいね、普通だね。お、入れよく。さあ来い、ジャッジメント。ジャッジメント対決。ジャッジメントじゃなかった、17メートルだったね。割れたから、プルプルしない。ジャック対決。あーマジ、チャンスベルじゃない。おいレス、さあ大チャンスよ、大チャンスよこれ。おったおったおった、よし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 、今度こそ。まずプルプル、まずプルプル、プルプルしない。出る1回じゃ無理ないよ。7枚目はい、それでは行きましょう。今日やっぱ北斗ちょっとね、追ってたっぽくて、これ多分筋トロで、これも筋トロで、旗取り12回で、多分この辺がね、キリン出てるらしいんですよ、だからめっちゃ混んでっけどね。4600枚、これもキリン出てるやつかな。エウレカ4000枚だ。で、これも3000枚オーバー。今1駅4700枚で、合計6700枚入れてますね。番長4、3300枚、南国3000枚オーバー、6000枚ぐらい出てるね。ラブジョーすごい、7200枚出てる。テニガタがこれが2000、3000枚ぐらいか。ビレッジ4800枚と2700枚で、乙女これが5000枚の札立ってるんですけど、何枚出てるか。
で、これが3000枚で、忍び魂これ6700枚ですね。で、からくりはこれはなんか一番良さそうだね。グラフもめちゃめちゃ綺麗で3900枚。お疲れ様でございました。ということで本日は東京都でございます、ウエスタン神田の南下祭典さんでの収録を終了いたしまして、まあ、今日ちょっと山口に行かなきゃいけないんでだいぶ早く終わっちゃったんですけど、出玉感も多分この後時間かければもうちょっとついてくるとは思うんですが、とりあえず番長4むずい、ひたすらむずいっすねあれは。まあ一回ね、あの直撃からのライズアップということで、まあ新しいパターンは見れたんですけど、まあ、そこはねやっぱそれもまたむずいんですよね。ライズアップも当選っていうところで、ライズアップ通せずで、かつその後のね、高聴覚の降格も通せずということで、で一応ねその後時間がちょっとだけ余ったんでエヴァンゲリオン行かせていただいたんですけど、1万6000円ぐらい入れて何事もなく先を見せらなく、番長4はやっぱ時間ある時に歌えたらダメですねはい、そんな感じで、今回は以上でございますけども、引き続きいただきチャンネルの登録スケジュールに載せておきますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いです。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価はぜひお願いします。それではまた次回しましょう。バイバイ。